ベクタシュ教団の分派とされるスーフィズム教団。13世紀に、ホラーサーン出身の聖者ハジュベクタシュが、アナトリア半島にて設立し、次来、カランダリー教団や15世紀のフルフィー教団をはじめ、同半島で起こった他のスーフィズム教団の影響を受けながら、発展を遂げた。16世紀には、バリムスルタンが、教団の組織化や中央集権化に成功し、 中高の祖と称された。アレビー派や十二イマーム派と同様、アリーイブンアビーターリブに対する崇敬を信仰のよりどころとしているため、マフムト2世の改革以後は正当派の聖職者により異端とされた。しかし、シーア派やスーフィズム、キリスト教やその他土着信仰を集合させた教団に対する指示は根強く、農民のみならず、オスマン帝国のインテリ層にまで、 大きな影響を与えている。アレビー派とは哲学や文化の面で密接な関係があり、トルコでは現在アレビー、ベクタシー文化として両者は統合した形で語られることが一般的である。イスラム教における他の神秘主義運動と共通するところが多い。例えば教団用語でババと称される精神的支柱が存在するほか、シャリーやタリーカ、マーリファ、 そしてハキイカの4つを固守する。また、イブン・アラービーの提唱した存在一性論をお得に強調しており、これは万有在心論に近しい概念ではあるものの、西洋では半信論として誤って分類されることがたびたびある。存在一性論の中心的概念に基づき、教団では、ハキイカをアッラー、ムハンマド、そしてアリーの三者が統一した未成と見るものの、 キリスト教におけるようなサイン一体説をとるものではない。ムハッペトと呼ばれる独特の儀礼職の他ババに罪状を告白するなど、クルアーンやスンナの非正当的な解釈に基づく儀式を行うことが多く、その上こうした儀式を取り行うにあたり特定の教理も存在しないのが特徴である。ガザーリーやジャラール・ウッディン・ルーミーら教団外部にあって精神面で近しい関係にある。 神秘主義者を崇拝する風も強い。神とは、通過儀礼を通じて、ハキイカへの霊的な道を歩まなければならず、ダルビーュなどを経て、最終的には、ハーンカーフの長たるババとなり、霊的導きを授ける資格を得ることになる。なお、ババにも階級が存在し、最年長者であるデデババは、教団トップとされる。デデババは、アナトリア半島中部、 ネブシェヒル県ハジベクタシュ村にあるハジベクタシュ病付近に居住する。オスマン帝国で指示を大きく伸ばし、教団支部は帝都コンスタンティノープルやバルカン半島のみならず、アナトリア半島全域へと広がった。とりわけ、イエニチェリとは、つながりが深く、1826年にイエニチェリが廃止されると、マフムト2世により帝国全土で近況落とされた。 この決定は政党派よりのスーフィズム、教団指導者以外にも敵対するスンナ派の宗教的エリートの指示を受けたが、以後ハーアンカーフの閉鎖やダルビー州が追放されるなど、教団は苦難の道を歩むこととなる。しかしタンジマアトキには再び勢力を回復し、中近東地域発のアメリカの大学、ロバート大学はイスタンブール北部のベベクにある教団施設の側に建てられたことでも知られる。 1890年代に、同学でドイツ語教師を務めていた、フリードリヒシュレーダーによると、ユニテリアン派を報じる大学創設者と、教団指導者との間に、極めて優れた関係が存在したという。共和国樹立後の1925年、ケマルアタチュルクのもとで、全スフィズム教団が禁じられ、教団支部も再び閉鎖に追い込まれた結果、指導者らはアルバニアへ亡命し死とティラナに、 本拠地を構えることを余儀なくされた。ただ、ケマル政権下の近況で教団にも否定的な影響が出たにもかかわらず、この時期の改革が歴代寸な派遣力者から受けてきた宗教的不寛容を比較的和らげるものであったため、国内のほとんどの信徒は今日においても世俗主義を支持している。ブロラに混流された新たなハーンカーフバルカン半島ではアルバニアを皮切りに ギリシャやブルガリア、マケドニアと多くの地域でイスラム教家に与えた影響は計り知れない。18世紀までにはアルバニア南部とギリシャ北部で多くの信徒を得ており、上述の通り共和国でスーフィズム教団が近況とされるとアナトリア半島中部のハジベクタ市からティラナへと教団本部を移した。アルバニアではスンナ派共同体からの分離を宣言したため、 他のほとんどのスーフィズム教団と同様、スンナ派の分派というよりはむしろ、劣気としたセクトと認識されるようになった。第二次世界大戦までは、教団も繁栄を謳歌していたものの、1945年に共産主義政権が発足すると、ババやダルビー主が処刑され、教団への締め付けが一層厳しくなる。最終的には1967年に、 エンベルホッチャが全宗教を禁じたことにより、ハーンカーフはことごとく閉鎖に追いやられた。近況が1990年に解かれて、以降教団は再建と相なり、アルバニア国内には今も多くのハーンカーフが存在する。また、マケドニアやコスボのアルバニア人居住地域においても、信徒の共同体があり、中でも最も有名なのが近年まで、 ターヒル・エミニの支配下にあったテトボーの腹バティ、ババ修道場である。なお、ターヒル・エミニの死後は、コルチャノプラン修道場長を務めていたエドモンド、ブラヒマジが、ティラナの総本部により、後継者に任命された。17世紀のユダヤ系、メシアである、シャブタイツビが、イスラムに改修後、教団から、多大なる影響を受けたことでも知られ、モンテネグロのウルツイニにある彼の墓には、今、 なお地元のムスリムが訪れている。ありがとうございます。